鬼の種族は遺伝子の欠陥で女の子が生まれない。そのため女の子を身ごもった妊婦を襲い、鬼の血を混ぜ鬼の子を埋める体にさせる。そして16年後その子供を連れ去り、鬼の花嫁として迎え入れる。鬼の花嫁としてここへ連れられ、彼と出会った。鬼頭火鬼、私に鬼の花嫁である印をつけ、私を殺そうとした鬼、そして私と同じ心に傷を負った鬼。
ンナさん、朝霧カンナさん、すいません。よかった、まだ寝てるんかと思った。俺静間光明ってもんです。朝霧環奈さんを迎えに来たんです。じゃあお嬢さんもらってきます。連れてかないでください。私のたった一人の娘なんです。夫の形見なんです。今さらそういうわけにはいかへんのです。俺も一応あいつの命令で来たんで。じゃああの人に会わせてください。そうだよ、私の命あげますからね。だから彼女連れてかないでください。気持ちはわかるんやけど、あんたの命もろてもな。お願いします、あの人に会わせてください。話させてください。でもあいつがあんたの話聞くとは思わへんしな。お願いします、このたらいで。お願いします、お願いします、お願いします。すみません、これは契約なんや。ええ人やな、お母さん。あんなにもカンナちゃんのこと大事に思ってくれてて、あんな姿見たら俺もちょっと辛かったわ。母は私のことが嫌いなんだとずっと思ってました。子供の頃から私のことが邪魔なんだと。なんか聞きたいことないの？どこに連れてくんやとか、自分はどうなるんやとか、そういう質問何にもないの？カキのやつ最低やな。なんでこんなになるまで放っとくね。俺はあんたを傷つけ、俺はあんたを守るために俺になった。私海行ったの、地中海。この間女子寮来たんだって。今度私の部屋にもおいでよ、開けとくからさ。ねえ聞いてんの？そいつか、俺の花嫁は。
海に行ってね、すごい真っ黒に全然焼けてないんだけど白いまんまなんだけどね。花嫁って何ですか？あなたも鬼の花嫁なんでしょ？真っ黒なんじゃない？鬼の花嫁って何のことですか？え、まだ肥後翼から何も聞いてないの？肥後翼、あなた本当に何も知らないの？よくそんな平然としてられるね。とりあえずここにいろって言われて。どういうことですか、鬼とかって？鬼は鬼よ、角はないけどね。見た目は人間と同じだけど、この学校は鬼の通う学校なの。もちろん全員じゃないけど、人間もいる。鬼頭っていうのは鬼の世界でも頭、つまりトップ。あなたは鬼頭の花嫁なんでしょ？それってものすっごい名誉なことなんだよ。聞いた、鬼頭の花嫁肥後翼いなかったんだって。よく生きてたもんね。白無垢なんて着られる体なのかしら。全然綺麗じゃないじゃない。本当にあなたが柿先輩の花嫁なの？なんであんたみたいなのが鬼頭の花嫁なのよ。本当に刻印ついてんの？生きていたなんてな。死んでくれてよかったよ。迷惑な女だな。会えない花嫁だな。なるほど、男を狂わせる匂いは本物だ。おい、何のつもりだ国一。別に。響きにも言っとけ。余計なこと考えるなって。これからああいうの増えると思うから気をつけて。だよ、結婚前の大事な体なんだから。結婚って？三つ秋から何も聞いてないの？カンナは今日カキと結婚するんだよ。僕は早崎美奈葉、三つ秋と同じでカンナを守る肥後翼だよ。肥後翼って花嫁を守る鬼のこと。ことですか？うん、角はないけどね。
信じられないかもしれないけど、日傘とは代々昔から鬼が住み着いてる場所なんだ。僕もその鬼なんだけどさ、鬼も人間と同じで階級があって、その地位が高いほど優秀な部下がつく。僕は火器、つまり君が結婚する鬼の庇護翼。庇護翼は3人いて、僕と三明、あと霊児ってのがいるんだ。みんなからは三翼って呼ばれてるけどね。ここの学校はね、鬼とその花嫁が通う学校なんだ。と言っても普通の高校だから人間もいるけど、もちろん僕たち鬼のことは何も知らないけどね。ほんまカキのやつムカつくわ。殴ろうとしたらしいね。あんなやつ主やと思ってないわ。カキがあんたの存在隠しとったんや。俺たちも昨日初めて聞いて。確かにカキは僕たちのこと舐めてるよね。しかしよく16年も無事でいてくれました。とても強い子だ。過去に庇護翼の保護を受けずに育った花嫁が無事でいたことはない。狂って堕落するか死を選ぶ。刻印を持つ女性は生まれ持って男を引きつけ危険にさらされる。それを守るはずだったのが私たち庇護翼だったのです。あの、皆さんは本当に鬼なんですか？うん、見た目は人間と同じやけど、ちょっと寿命が長いんや。レイちゃんはいくつだっけ？さあ、いくつでしたかね。400歳はとうに過ぎていて、500歳だったか、もうそれを過ぎているか。鬼の価値は本人の生まれた気質によって分けられるんです。先祖返りが激しいほど偉い。そして一番偉いのが鬼頭。今は火器が鬼頭、つまりあなたの花婿になる予定の男、そして私たちの主でもある男。あなたは火器の子供を産むためにここへ花嫁として連れてこられたのです。カキがあなたを選んだ。胸にある刻印はあなたが生まれる前、お母様の体内にいる時にカキがつけたものです。我々鬼の遺伝子からは女の子が生まれない。人間との間に直接子供を作ることもできない。鬼は女の子を身ごもった妊婦に自分の血を混ぜることにより胎児の遺伝子を狂わせ、鬼の子供を埋める体にして子を産ませてきたのです。そうやって鬼は子孫を絶やさずにこれまで生きてきました。早い話、自分好みの妊婦を見つけてその女が女の子を身ごもっとったら脅すね。命助ける代わり腹ん中の子が16歳の誕生日を迎えたら花嫁にもらいに行く言うてな。カンナさん、何かあったらいつでも私たちを呼んでください。我々3人はあなたの味方ですから。何があった？突然ここへ連れてこられて。誰に？鬼の人たちに。鬼？鬼ってあの角の生えた？いえ、あの君、日傘ともセットだろ？学校は？
ご迷惑をおかけしました。人間に鬼のことを話しても無駄です。今まで信じた人は一人としていません。それに警察を頼っても無駄ですよ。警察内部には鬼もいますから。それにさっきも言いましたよね、私たちがカンナさんを守るって。だから逃げる必要はないんですよ。本当迷惑な女だな。どういうつもりですか。いい加減にしておいた方がいいですよ。逆らう気か。花嫁を傷つける気ならば。じゃあまた今夜。もしもし響か。ああ花嫁がついてる。でも様子がおかしい。ああ分かった、しばらく様子を見てみるよ。お待ちしておりました。では森さん、あとはよろしくお願いします。はい、お任せください。脱いだ服はここへどうぞ。あの式の前ですので、ここで体を清めます。私、逃がしてもらうわけにはいきませんか。私も初めてここに連れられてきた時同じような気持ちでした。私はレイジさんの花嫁なんです。結婚といってもそれは鬼の風習で、人間世界のそれとは違います。あくまで形式的な儀式なんです。鬼にとってはただのお披露目の場、席を入れるわけではないですし、人間は出会って恋をして結婚しますが、鬼は婚姻を交わしてから恋愛するんですよ。おかしな生き物でしょう。鬼は自分の花嫁にはとても情が深いんです。絶対に無理強いはしません。よく頑張りましたね。あなたはとても強いお方です。まだあんな奴の庇護よくやってるのか。あんな奴、人ですから。俺はあいつを鬼頭と認めてない。相変わらずですね、クリスさん。ところで、日ヶ里に転入してきたと聞きましたが、何が目的なんです。別に。Thank you.
愛したの。こんな仕込めとはな。鬼頭は選択を誤ったようですが。おい、鬼頭はどうした。いえ、それがまだ。鬼頭を怒らせるにもほどがあるわよ。そう言うなよ。いい話のネタができたじゃないか。さっさと杯を交わせ。一人でか。そりゃ前代未聞だ。いいから。バカな女だ。自分がどうなるかも知らないで。私はあなたの花嫁になるつもりはありません。俺の刻印を持つ女が この刻印は俺がつけた。16年前に。当然か。お前はこれから俺に殺されるんだ。俺に逆らう気か。逆らうも何もないでしょ。僕たちは何も命令されてないんだよ。これは僕たちの意思だ。せや。もう一つ言わせてもろたら。カンナちゃんごめんな。絶対守る。何があっても。なるほど。では私も全身全霊であなたをお守りします。まあ当然でしょ。これね、求愛なんだよ。これでカンナはカキだけの花嫁じゃない。どうしますか、キト。
よくも私に恥をかかせてくれたな。お前の存在の方が恥だろ。どういう意味だ。鬼頭の父親というだけで権力を振り回し、いろんな女に次の鬼頭を産ませようとしている。自分は仮想の鬼のくせに。まだ根に持ってんのか、あいつのこと。何にせよお前の態度は悪い意味で目立ちすぎる。もう少しおとなしくしろ。それにあの女が気に入らないなら早く次を見つけろ。久しぶりですね、あなたをこうして手当てするのも。上木さん、すみません。カンナさんを守るためとはいえ求愛してしまいました。あなたが最後だと言っていたのに嘘をついてしまいました。あなただけが。いえ、三明さんと皆さんもですか。そうですか。怒ってますよね。別に怒ってません。レイジ様、どうか約束してください。必ず神田さんを守ると。あなたを選んでよかったと思います。振られたら戻ってきてもいいですか。あらあら、弱気ですこと。三人がかりやとさすがにカキも分が悪かったみたいやな。カキが本気出してたら僕ら死んでたよ。どういうことや。そうね、僕にもよく分かんない。落ち着くまではさ、しばらくレイジの家に泊まるといいよ。萌木さんもいるし。俺ん家でもええけど。昨日はありがとうございました。お礼なんていいんだよ。僕たちは花嫁を守るのが当たり前なんだからさ。でも助けていただいたんで。いや、うん、でも悪くないかも。お礼言われんの。あなたのプライベートルームじゃないのよ。嫌なら俺専用の部屋でも作れ。からかわないで。あなたは人間の女しか抱かないんでしょ。その方が面倒がなくていいからな。なぜあの子に刻印をつけたの。黙れ。花嫁を迎えたばかりなのに他の女に手を出すなんて最低じゃない。カキ君いつか刺されるわよ。死にたいの。刺されて死ぬぐらいなら毒に死んでる。カキのやつどういうつもりなんだろう。カンナを殺そうとするなんて。さすがにカキも分かってるはずですからね。花嫁を殺したらどうなるかなんてこと。
まさか。なんやみな。あいつ。なんでや。なんでそんな必要があんねん。やっぱりお母様のことですかね。どんな理由があってもカンナちゃんを殺そうとするなんてそんなの絶対許せへんやろ。しかしカキならやりかねないのかもしれません。我々鬼の本能がカキに回ると信じるしかないのかもしれませんね。作ったの？ねえ、自己紹介はまだだったよね。私、土佐塚桃子っていうの。一応鬼の花嫁、よろしくね。一緒に食べよう。一人で行動すると目つけられるよ。あの辺はさ、自分が鬼の花嫁だってことに誇り持っちゃってる奴らだから。カキ先輩、すっごい人気あるから朝霧さんのこと羨ましいんだと思う。噂で聞いたんだけど、三役に求愛されたって本当？本当なんだ。ってことはさ、事実上鬼の中で上から4人は朝霧さんのお婿さん候補ってことだよね。そりゃ四季子たちも面白くないか。お婿さん候補聞いてないの？相手が気に入らなければ好きになる必要はないの。求愛されれば他の鬼の花嫁になってもいいんだよ。ちょっと、どこ行くの？俺に何か用か？昨日はありがとうございました。ありがとう。俺にそんなこと言うなんて変わったやつだな。そんなこと言うにここへ来たわけじゃないだろう。ここから出たい。俺の花嫁になればすぐにもここから出られる。どうする？本気にするな。冗談だ。刻印がある以上ここからは決して出られない。でも刻印がなくなれば別。どうすれば？今日の夜教室に来い。三役に気づかれないようにしろよ。これだけじゃな。他に何か考えるさ。鬼頭は花嫁に殺意があるらしい。なんで？わからない。でももし鬼頭が花嫁を殺せば花嫁殺しの鬼として里から追い出される。実力から言って次の鬼頭はお前だ。自動的にその地位を得られる。俺たちが手を汚すまでもない。そんなんで鬼頭になってもつまらんだろ。俺は手を汚したいんだけどな。響、ちょっと確かめたいことがある。少し俺に時間をくれないか？まあお前が言うなら任せるさ。
私あなたのこと嫌いです。そうか。の花嫁に嫉妬してるやつはお前か。嫉妬って失礼ね。私の方がふさわしいってことを教えてあげてるだけじゃない。俺と手を組まないか。は？カンナ無事なの？うん大丈夫。お母さん、私ずっとお母さんのこと、説明できなくてこんなことになって。うん私大丈夫だから。水木くんなら来ないわよ。あんた本当にバカね。刻印を消す方法なんてあるわけないじゃない。ねえ知ってる？木ヶ里にいる花嫁って何をしても罪にならないんだって。絶対に守られる存在だから。あなたが死んでも泣く真似ぐらいはしてあげるから。あなたの代わりに鬼頭の花嫁になって、そしてね、あなたがいなくなったその場所に今度は私が行くの。鬼の花嫁の頂点にね。
大丈夫ですか？みんなで探していたらここで眠っていたんです。その手、何があったんですか？あの人がカキに襲われたんですか？いえ、違います。多分助けてくれたんだと。カキが？誰に襲われたんですか？言いなさい。言えません。そうですか。その人をかばっているのですね。そうですね。私ここを出たいんです。神田さん、あなたは鬼の花嫁です。たとえここを出たとしても普通の生活を送ることは難しい。あなたもそれを理解しているはずです。あなたは幸せになるべきなんです。言ったでしょ、私はあなたを守るためにここにいるんだと。守るということは幸せにすることなんです。私は今まで自分の幸せなんて考えてもいませんでした。ずっと死を願っていたんです。でも勇気がなくて。神田さん、それは勇気とは言いません。もうそんなことを考えないと約束してください。あなたは我慢のしすぎだ。もっと甘えていいんですよ。突然ここへ連れてこられていろいろ大変なことばかりでしょうが、焦る必要はありません。人にはそれぞれペースがあって、それを見つけるのは難しい。大丈夫、時間はたくさんあります。ゆっくりそれを見つければきっと楽になれます。願わくばそれが私であればよいと。あの、私授業に行った方が。今日は日曜日です。ゆっくり休養しましょう。三崎さんが迎えに来てくれるそうですから。昨日何があったん？そんなに俺たちのこと信用できんか？いえ、そういうわけでは。16年間も一人で自分を守って生きてきたんやろうけど、一回自分の意志で守られてみんか？そうすれば鬼がどれだけ花嫁を大切にする生き物なんかわかる。惚れた女を全身全霊で守ることができたら鬼は最強やから。ちょっと寄り道していこうか。うまいやろ、ここのラーメン。あんな、変な言い方になってしまうんやけど、俺はカンナちゃんにとってきっと安全な男や。鬼として役立たずやねん。俺な、子供が作れない体なんや。なんでこんな体に生まれついたか分からんけど、今後ほんまにカキがカンナちゃんを花嫁として迎え入れる気がないなら、カンナちゃんには強制的に別の鬼があてがわれる。その中に俺が入ることは絶対にないんや。求愛しててもこれが話が違ってな。
鬼は一族の血を残すのが最優先なんや。だから俺は一生結婚なんて許されへんねん。カンナちゃん幸せになりたない？俺やったらカンナちゃんを傷つけたりせん。気が里で暮らすことはできんけど、落ち着きない生活させることになるけど、絶対幸せにする。後悔はさせん。だから俺を選べへん。今すぐに答えを出さんで、俺いつまででも待ってるから。なんで私なんかを。なんて言うたらええんかな。カンナちゃんはなんか他の鬼の花嫁たちとちょっと違うんや。うまく説明できんけど。よし帰るか。これ以上カンナちゃんとおったらあいつらうるさいしな。やっぱりな。で、どのくらい集まった？約半分。意外と多いな。相変わらず嫌われてんだなあいつ。かわいそうに。響き、よく気が里へ帰ってこれたな。誰？お前、俺の花嫁奪って出て行っただろうが。知らないな。陽子はどうした？陽子？ああ、そんな女いたな。途中で捨てた。捨てた？好みじゃなかったんだよね、あの女。俺もともと花嫁守る本能薄いからさ。ごめんね。てめえ！やめておけ。死ぬぞ。で、どうやっておびき出すんだ？もう手は打ってある。出ていいよ。はい、ありがとう。今度レイジを連れてくるよ。ちゃんと見てもらった方がいい。入院が必要ならそうした方がいい。金は親父に出させる。心配しなくてもいいよ、母さん。俺が何とかするから。なんだ？母さんがガンだ。なんとかしろ。お前まだあの女の面倒見てんのか。俺は忙しい。出せ。
なぜだ、なぜなんだ。昨日何があったの？もしかしてカキに何かされた？でもカキに会ったんだね。あの人なんであんなに苦しそうな目をしてるんですか？カンナ分かるんだ。そっか、それなら大丈夫かな。うん、大丈夫かも。なんかほっとした。あいつね、本当はすっごく優しいよ。少し不器用だけど、僕はあいつと幼なじみなんだ。だからよくわかる。ねえカンナ、カキを好きになりなよ。そしたらね、きっと誰よりも幸せな花嫁になれる。あいつは本当はカンナを守るためにいるんだ。あいつだけがカンナを守れる鬼だから。カキなら多分図書室にいると思う。先に教室行ってるから。昨日のこと誰にも言わなかったみたいね。なんで言わなかったの？あなたの非語訳が私を殺すとでも？優しいのね、自分が殺されそうになったのに。バカな女。昨日はありがとうございました。あなたと話がしたいの。どうしてあの時助けてくれたの？どうしてあなたはいつもそんな。うるさい。出て行け。俺が許可する。二度と清里には来るな。
つ聞いてもいい？どうしてあの子を選んだの？伏せろ。はい、はい。でも話し合わなきゃわからないこともあるわよ。ねえカンナ、さっきカキ先輩に会ってカンナに話したいことがあるから旧校舎に昼休み来てほしいって。なんか深刻な感じだったけど。旧校舎ってどこにあるんですか？お前が鬼頭の花嫁か。知られた。それがどうした？非語欲が花嫁も守れないのか？お前が言うな！待て！お前鬼頭を辞めるつもりなんや。俺に環奈ちゃんを迎えに行かせたのはそのためやろ。ふざけんなよ。花嫁はな、鬼の道具やないんじゃ。話せ。いつまで自分を責め続けるんや。おふくろさんが殺されたんはお前のせいやないやろ。鬼頭じゃないお前に何がわかる。俺が鬼頭じゃなかったら殺されずに済んだ。違うか。確かに俺に鬼頭の気持ちなんか分からんけどな、花嫁の危機に何もせえへんほど腐ってないんや。なんだお前ら。標的は俺みたいだな。えら嫌われたものですね。心配するな。
どうこうするつもりはない。ただお前の目の前であいつを殺すだけだ。あの女を探せってあいつらがうるさくてな。どこにいる？響も一緒なんだろう。旧校舎にいる。でもあの女は今頃どうなってるか。俺はお前を鬼頭と認めていない。光栄だな。俺も辞めたい。ただろ、早く気が外から出ていけって。久しぶりだな、カキ。そんなに鬼頭の座が欲しいか、響。お前には向いてないよ。お前は鬼頭の使い方を間違っている。気が外でくすぶってるなんてもったいない。もっと人間を支配すればいい。お前は保守的すぎる。お前の考えは子供っぽすぎるんだよ。そんなおもちゃで俺を殺せると思ってんのか。思ってないさ。毒を食らったのは初めてか。
なんだ今の、それが鬼頭のパンチか。ま、毒食らったらこんなもんか。お前はおとなしく見学してろ。さすがにこの年になるときついですね。レイジは特にね。レイちゃん一応職員やろ。こんなに生徒殴って大丈夫かいな。私は巻き込まれたということにしといてください。俺嘘は嫌いなんや。萌木さんはきっと一生三脇さんのことを恨むでしょうね。やめといたら。カキ、ちゃんとカンナのことを守ったかな。きっと大丈夫ですよ。人がこの病院に入院してると思うんですけど。ちょっと待ってください。いないみたいですね。そんなはずは。ちゃんと調べてください。カキなら多分家だよ。家で治療を受けてるんですか。いや、一人でいると思う。あんな大怪我してたんですよ。誰も助けてあげないんですか。助ける、それはないよ。あいつは鬼頭だから。鬼頭ってのはね、それだけで常に命を狙われるんだ。今日に始まったことじゃない。
どうして？みんな鬼頭の座を狙ってるんだよ。鬼頭ってのはね、誰の助けも受けちゃいけないんだ。わかりません。なんでそんな。昔からそうなんだ。それが鬼頭なんだよ。僕は牡蠣の庇護欲だけど、それは牡蠣を守ることじゃないからね。三明もレイジもそう。それに襲われて死ねばそれまでなんだよ。鬼頭は鬼頭。鬼頭って一体何なんですか？鬼頭の名前に何の意味があるんですか？鬼頭の名前がそんなに大事なら、なんでみんな守ってあげないんですか？牡蠣は物じゃない。それが鬼頭の宿命なら、価値なんてないじゃないですか。何しに来た？ここから出て行けと言っただろお前を殺そうと考えてた。自分の花嫁を殺せば鬼頭の地位は剥奪され、この里からも追い出される。お前に刻印をつけたのもそのためだ。でも
できれば会わずにいたかった。だから庇護翼をつけなかった。私に何かできることはない。どこが痛いの？別にどこも痛くない。でも痛かったよね、今までずっと。お前の方がもっと痛かったはずだ。鬼の花嫁は幸せになる。誰がそんなこと言ったんだ。母さんは俺のせいで死んだ。俺が鬼頭だから。鬼頭ってなんだ。妊娠してるのか。わかります？まだ3ヶ月目なんですけど。ミナ、俺は鬼頭を辞める。どうやって？
切です。俺だ、わかるか。娘を返す、気が里まで迎えに来い。カンナが死んだんですか？そうじゃない。お前たちの今後は俺が保証する。はずの本あの頃と何一つ変わらないだけど今は優しい気持ちになれる動き出す電車の窓が君と僕
を遠ざけてく。そんな日々も今ならもう笑顔で話せる。これからはもう君だけ一人、残したままで去ることもない。二人同じ駅同じ電車、同じ未来へ向かってる。どこまでもどこまでも続いてく道の上、そんな二人の暮らしが刻まれる。どんなに遠くても、どんな確率でも、僕らが出会えたこと、それは必然。そして一つになる、君が笑顔になる、愛しい気持ち溢れる。遠ざかるホームの枕木に、そっと西日は落ちる。いくつもの思い出は綴られて、喜びと切なさはいつだって背中合わせ。会えない日々の不安とか気持ち何度も確かめたり、くだらないすれ違いも今なら笑える。あの頃いつも君に会う日を指折り数え過ごしていた。そして別れ際はいつだって泣かせたんだけども、いつまでもいつまでも君をただ守るから、僕を信じてずっとそばにいるから。願いが叶うとも、祈りが届くとも、僕らがどうしてること、それだけでいい。世界が変わる、時が流れるとも変わらぬ気持ちがここに。必然、そして一つになる。